今より、このリンホカ先生によるこの講演会を、開催したいと思います。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日の主催は台湾研究フォーラムですけれども、今日のこの開催にあたりましては、協力、団体として、お名前申し上げますと、このアジアに民主化を促す東京集会実行委員会、この3日前にこの建物の中で盛大にその集会が開催されましたが、その、実行委員会と、それから、アジア自由民主連帯協議会、それから、日本ウイグル協会、こういった団体の協力をいただいて、本日は、この会を進めたいと思っております。で、今日はまず、リンホカ先生に、通訳も入れまして1時間の講演をやっていただきます。習近平新体制というものが、シナの方でできまして、今後このシナはどういう方向に行くのかという、そういった、お話を、お願いしたいと思います。そして、その時、通訳は日本ウイグル協会のイリハム・マハムティ会長に、お願いいたします。でその後に、この討論会ということで、リンホカ先生の他にですね、コウビュー先生、ペマー・ギャポ先生、それからイリハム・マハムティさんに、オルコノド大臣さん、それから今日加瀬先生は、あ、どうもすみません、今日は一つ討論会で一つご発言いただきたいんですが、よろしくお願いします。それから、そうですね、今ご紹介した方々によっての、討論会になりますのでよろしくお願いします。それでは早速、リンホカ先生に、お話をいただこうと思うんです。で、皆さんもご存知の通り、リン先生は今台湾の方でですね、最もこの中国共産党のさまざまな問題、そういったジャンルにおいて、一番第一人者というふうに、知られていらっしゃいましてですね、その向こうでいろいろとこの言論活動をやられ、大きな、この影響力を発揮されています。今回この先ほど言いました民主化を促進する、その集会にですね、台湾の代表としていらっしゃったので、合わせて今日はここでこういった、皆さんの関心のあるテーマでお話をしていたことになりました。では林先生、では一つよろしくお願いします。じゃあ、イリハムさん通訳をお願いします。各位贵宾、各位朋友、大家晚安。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。很荣幸，这个黄文雄先生跟台湾研究论坛邀请我来这里讲中共十八大和未来那个习近平的时代的中国。今回は小文雄先生はじめ台湾研究フォーラムが私を日本に、誘えて、ここで、中国共産党の18代以降の中国のこれからの習近平体制の未来の中国に対して私の考え方を、お聞きたいということに、非常に、怖いと思っております。我想讲一下，一个是十八大开会的一些情况，然后再讲一下这个习近平的时代，这个中国大概会是怎么样一个中国。まず私は十八代の間に起こったいろんな事件に対してことに対して皆さんに説明したと同時に、これからの習近平時代の中国は。どういうことになるかっていう私の予想を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。一般都认为这个
在中共十八大召开的时候，当时中国的这个共产党内部的政治派别，主要是江泽民一派跟胡锦涛一派，但是我认为还有习近平的一派。この18代が始まる前にいろんな輸送としては一番大きな争いはその江沢民派と胡錦涛派の間に起こるという輸送があったんですけど、私はもう一つ習近平派という会派もいると考えています。这次十八大这个召开啊，有两个很诡谲的很诡谲的事件，就是一个是发生了一个薄熙来，就王立军跟薄熙来的事件，这个是发生在今年二月啊，因为这个王立军逃到美国总领事，逃到美国驻成都的领事馆，所以呢，让这个中共的党内斗争啊，没有办法被中共掩盖下去，而被迫让这些事情，让这个事件一定程度的公开出来。この、いうのは18代前に、おいて非常に謎な事件が起こった。これはその暴起来に対する中国共産党の対応、それがきっかけになったそのオーリー軍のアメリカ領事館に逃げ込んだ事件によって、その中国共産党内部の闘争の激しさを世の中で現れてしまったので、これに対して中国共産党はいろいろ対応しなきゃいけない、新しい考え方で18代を迎えることにならなきゃいけないことになりました。在这个事件上面，胡锦涛跟习近平是联合起来来对付支持薄熙来的江泽民。この事件の背後に見ると、実はこの薄熙来を完全に裁判させたのは、実は胡錦涛と習近平派の努力で、その連合でその江沢民派と争いの結果で彼らが勝ちた結果になったと思われます。所以呢，这个当时薄熙来在三月中旬就被免职了。ですから、その三月の頃すでに薄熙来のすべての職を終わってしまったんです。但是呢，三月十八号又发生了另外一件事情。那么在这件事情上面，这个江泽民跟习近平又是联合起来对付这个胡锦涛。これの後すぐに3月18日もう一つの事件が起こって、ここで、逆に、習近平は江沢民と手を組んで胡錦涛に対する攻撃を始めたんです。这个事件就在三月十八号凌晨，在北京发生一个神秘的车祸。那是胡锦涛，他的亲信，也就是中共中央办公厅主任习近那个令计划，他的儿子开了一部法拉利，就发生车祸，车上还有两名年轻的藏族女郎。结果呢，那个令计划是令计划的儿子叫令谷，当场撞死。而他的那个两个藏族女郎，后来有一个本来已经康复了，结果也神秘的死亡。この事件っていうのは、三月十八日朝、北京で一件の自動車事故が起こったんです。この自動車事故の被害者は、その胡錦涛の官房長官役に勤めているその林計画っていう、ものの息子さんで、それと同じ車に乗っているのは2人のチベット人の
女の子でした。この林結核の息子は即死になったけども、あの2人のチベット人の女の子1人は完全に回復したにもかかわらず、後日また謎な死を死でもう亡くなっちゃったんですね。这个事情发生以后，当时令计划跟那个主管公安的周永康，本来他们是以江泽民和胡锦涛两个派别，但在这种情况下他们联合起来掩盖这个事情，一直到五月份才把这个事件才被公开。而这公开以后就查出来这个令计划这个家族也有许多这种贪腐的事件。この事件、この事故が起こった後、その林吉閣っていう官房長官が、その公安安全を管理しているその中央の中英校彼と手をつないで、手を組んで、この事件を収めると、ということに、乗り出したんです。所以到八月份开北戴河会议的时候，习近平就用这个机会去对抗江泽民跟胡锦涛，所以那场会议不欢而散。このことによっては8月その党の18代の前に一度も行われるその会議は中国米大河っていうところなんですけど、そこではその江沢民と民と胡錦涛に対する攻撃が非常に強かったので、この会議は結果的に何の成果もないのまま終わってしまったんです。ここは中国のいつでも一番重要な会議を行う場所なんですね。然后嘛，这个习近平就在九月初到九月中是有半个月就失踪了。で、これによって皆さんご存知のように、この習近平は。その会議の後、5月1日から15日までの間に突然失踪して、行方不明になってしまったんです。然后这个令计划的那个中共中央办公厅主任的位置就给习近平的人占据了。これによってそのここで行われた会議の後、この林計画っていうものの官房長官の役は習近平の顧問らがそれを奪ったんです。就胡锦涛就提前拨缴これによって胡錦涛は18代の前ですでに失局っていうか、すでに破れし始まったっていうことになりました。但是到十八大开会的前夕呢，
形势又有戏剧式的变化，那就胡锦涛突然就辞掉了他那个本来应该可以连任两年的纪委主席，他就把他辞掉了。辞掉了以后，就给江泽民一个很大的难看。これでまああの十八代、行う前にもってまた劇的な変化がありまして、もともとまた2年間も続ける可能性があるその軍の軍事委員会の主席の職も胡錦涛は全面的に辞職して全面的にこの政治の場から脱退するという宣言するようになった。これは江沢民に対してとっても大きな打撃であったと。中央軍委这时候要改组了，本来中央军委改组是在十八大开完了，开一中全会的时候改组，但这次呢，在十八大以前就已经改组完毕，结果就亲江泽民、亲那个薄熙来的太子党几个上将都没有能够进入军委。この軍事委員会の中のメンバーの交代は、実はいつでも党大会の大会の後第1回中心的な会議というものがあった時発表するものなんですけど、今度は18代そのものの前でもって全てを新しいメンバー全部選出されて、これによってその江沢民と大嫌いを支持するその軍の彼らを支持する人々は全面的にその軍事委員会から排除されてしまったんです。这里面就说明不但胡锦涛不想让这些太子党的将领掌握这个中央军委，恐怕连习近平也都有点害怕。これで私たち分かるのはその江沢民と暴起来を支持するその軍人たちらの権利が大きくなることは胡錦涛派に対する脅威だけじゃなくて、これはこれから の権利を担うその習近平派にの対する大きな脅威であるあったっていうことはこのことによって分かると思います。当然总的来讲十八大因为十七届的那个政治局常委是江泽民的人占多数，所以十八大选出来的那个七名政治局常委也是江泽民占多数，但在军委里面似乎并不是江泽民的人掌权。前回のその権利の構造を見ると、実はその政治委員 の常任理事の中は主は江沢民の江沢民派だったんですけど、それと同時に軍事委員会の中も主に江沢民派になったんです。でも今回はその党の常務理事会にはまた江沢民派が多いだけども、でも軍事委員会では江沢民派が少なくなりました。下面我想讲讲，就十八大以后的这个中国大概会会是怎么样的？就习近平时代会是怎么样的中国？これから私はその習近平時代がどういう時代になるかっていうことで私は自分の考えを。述べたいと思います。もう十八大的政治报告叫做承前启后，是胡锦涛做的政治报告，等于是未来的那个纲领啊，十八大的政治报告。18代の今回の政治報告は前のことを続けて、新しい時代を迎えるっていう
政治報告だったと思います。这个报告我怎么看呢？第一个还比较留意这个口号，第二个这个报告非常保守。私はこの18代の報告を見るとまずは感じたのは第一章ぐらいは全てはまあプロパガンダしか何も見えなかったんです。他把那个接受西方的这个民主制度啊叫做走那个邪路。その報告の中でその西洋のような民主自由の道を歩くのは間違った方向に進めることであると指摘している。但是马上就有一种说法说这个报告是胡锦涛做的，但是胡锦涛已经下来了，所以更重要是要看习近平怎么说怎么做。みんなはこの報告は胡錦涛が報告しているんで、これからの習近平体制にと関係ないと言っているんですが、まあ、確かに私もこれから習近平がどういう思想を出してどういう方向に行くのかっていうこともそれを見なきゃいけないと思います。习近平是一个太子党，而现在这个太子党在中国有很大的实力，所以呢，我们在观察未来的中国的时候，我们不能忽视这个太子党的一些主张。実は習近平は太子党のメンバーであって、でこの太子党の勢力は今中国全体でかなり大きくなっている。ですからこれからの中国の政策の変更あるいは進行方向は私たちはその大使党の動きあるいは喋っている政策を注意しなきゃいけないと思います。中国の太子党我认为也有分作三派，一派是薄熙来代表的极左的太子党，就是要回到文革道路，还有一派是胡耀邦的儿子那个胡德平，他是代表一种自由主义的这种立场。この大使党も私が見たところ三つの会派に分けて、一つは暴起来が指導する極左思想、まあ左でもものすごい左の思想を持つ人間らであったと思います。那习近平是属于中间的，他不中间也不行，因为他要调和两边才能掌握这个政权。まあ習近平は今はもう真ん中に中道路線を取っていると思われます。なぜならば彼はその左と右のことを調整しながらその権利を守らなきゃいけないということで、彼はもう中道派になっていると思われます。因为太子党里面有一派势力很大的，他的代表人物就是刘元上将，就是那个刘少奇前国家主席刘少奇的儿子。太子党の中でもう一つ重要な影響力を持っている人間がいまして、彼の名前は劉元っていう、これは昔の中国の中華人民共和国の副主席、劉少奇の息子で、あって、彼の影響力は非常に大きい。他是薄熙来的朋友，也是习近平的朋友。彼は薄熙来の親友でもあったと同時に習近平のも親友であります。他的重要不仅是因为他这个上将中的职位很高，而且是刘少奇的儿子，而且他还有自己的一套理论。彼の重要性はその昔の
副主席の父親の影響力と自分が将軍であったということだけではなく、彼は上昇というのか、彼はまた自分なりの 一つの、論理的な思想も、まあ、理論が持っているんですね。他这套理论叫做新民主主义，就新民主主义纲领。彼の、その理論は、論理的な考え方は、新民主主義という考え方を彼は持っています。新民主主义是毛泽东在抗日战争时期提出来的纲领，他主要的思想是在政治上搞政治搞协商，就政治协商会议，在经济上是多种经济成分。但这个新民主主义纲领在中共建国过程骗了很多人，很多人相信，但是毛泽东掌握政权以后，他立刻走社会主义道路。而刘少奇就是因为坚持这个新民主主义，被毛泽东在文革中打倒。この新民主主義っていう考え方は一番最初出したのは毛沢東であって、彼のその中華人民共和国を立ち上がる前にこの思想をみんなに、この思想の中身っていうのは、まあ政治っていうのは協力的お互いに、議論しながら政治を行おうっていう考え方で、経済は多元化の経済で、これによって経済を発展させるという考え方は彼はこれを出したんですけど、でも中華人民共和国が成立した後は彼は完全に社会主義の道を歩み始めたんですね。これをこの彼のその新民主主義を最後までずっとこういうふうにやらなきゃいけないって言ったのはその劉少奇元副主席なんですね。これに彼がこの思想を最も強くこの思想を主張した結果、最後に毛沢東から文革大学時代に殺されてしまったんです。如果是按照这个新民主主义纲领，似乎呢，就未来这个中国，就对内是比较，好像比较允许这种多元化。但是呢，这个纲领里面这个对外的政策，我觉得是相当可怕。この新民主主义思想，そのもの自体は、内部に対して、その中国国内のことに対して、まあ。何らかのいい方向にあるかもしれませんが、でもこの思想の対外的な考え方は非常に恐ろしいものであると思われます。この対外的なこの新民主主義ということに対外的な思想っていうのはもう戦争を褒めるという思想なんですね。この思想は戦争というものは、人間のその欲望から出てくるもので、あって、人々のその欲望が消滅されない限りは戦争は永遠にあると、この思想をこの劉玄から見ると、彼は戦争をやった人々らはとっても偉い、とっても光栄な人々らであって、その
やる人々ら、それを主張する人々ら、すべての人々から尊敬されるべきだ。直視した人々らに、とっては、これは戦争にやった人、戦争を起こした人々らは、恥ずかしいっていう感じを持つべきだ。っていうことを、この流言は、その自分のその新民主主義思想の中にこういう思想を込んでいるんです。所以这篇这篇刘元这篇文章啊是在两年前发表的，然后从目前习近平一些讲话里面，他当然强调改革啊，但是呢九月中旬所发生的那个保卫钓鱼台事件，似乎也跟这个纲领有关系。この流言のこの思想は、多分最近起こっているその中国内部のその尖閣諸島に対するその激しい思想は、この流言のこの理論の影響は非常に大きいだと私は思います。流言はその自分の質問、歴史に対する問い合わせ等という文章の中では、統一した中国の力は無限な数数えられない戦争によって形成されたものであって、みんなはそれの被害状況は分かるけど、でもその戦争の利益はそれより大きいというのをみんなは知ってると。戦争がなければ一統した天下を統一することは、できない。戦争をやらなかったら民族を同化することはできない。地を同化する、地を融合することは、できない。文化、南北線全部自分のものにすることは戦争によって立ち上げたものであってあったと彼は、そういう書いてあるんですけど、これは、まさに真っ赤の大中国主義者であると。但是呢，这个因为当时所谓保卫钓鱼台事件呢，斯巴达还没有召开，所以当时没有人敢表示软弱，大家对外很强硬。至于未来会怎么做，我们要在未来还可以观察，所以下面会讲他那个他组成的一个班子，就是领导班子问题。この尖閣諸島問題はこの18代の前にもって起こった問題で、この時期はどんな会派もこれに対して自分が弱いということは相手に与えたくない。ですからどの中国人も自分がその国のために尖閣を守る、尖閣を我々のものだっていうことを言わなきゃいけない状況になって、でも18代は終わりました。これから中国の政策をどういう方向に行くのか、これからのことはこれからその中国の変化しているその政策の中から認識しなきゃいけない。で、私は3番目にとっては、今中国は18代で中国の指導者になった人々らに対して私の考えを述べたいと思っております。この尖閣諸島問題はこの18代の前にもって起こった問題で、この時期はどんな会派もこれに対して自分が弱いということは相手に与えたくない。ですからどの中国人も
自分がその国のために尖閣を守る、尖閣を我々のものだっていうことを、言わなきゃいけない状況になって、でも18代は終わりました。これから中国の政策をどういう方向に行くのか、これからのことはこれからその中国の、変化しているその政策の中から認識しなきゃいけない。で私は、3番目にとってはこの今中国は18代で中国の指導者になった人々らに対して私の考えを、述べたいと思っております。现在最高的领导层就这个决策核心是七个人，七个人里面习近平这一派只有他一个人，所以其他六个人都不是他这一派的人。今のその、政治局常務委員会では7人の、常務委員、いるんですけども、その中に、習近平派は習近平一人だけ、他の6人は全部習近平の派閥ではないと。第二号人物李克強是胡錦濤的人，但是他是学者，应该讲人品是比较好一些的，他可能会跟习近平会有比较好的合作。あのナンバー2はその李克強。彼は胡錦濤派だけども彼はあの学者出身なので、あの人格的に、まあ他より良いと思われます。ですから将来的に彼は、習近平と、手を組んで習近平と協力していけるんじゃないかなと思います。另外5個据说是青山人民的派别，但是其实呢也不完全是。第一个，有些人比如说王岐山啊，他是当时不愿得罪江泽民，但你也是很难讲的就一定是江泽民的派别。另外一些包括什么张德江啊、张高丽这些，表面上是江泽民的派别，但是他是跟过去的江泽民派别那个什么郑清红啊、贾青林啊、周永康，这些是江泽民嫡系。我现在这个江泽民派别只是说拍江泽民马屁，所以如果江泽民势力消退以后，他们不一定再去喷江泽民马屁，就可能去喷习近平的马屁。他の残した5人はその中に大木善っていう人は、もともと彼はもうあのその江沢民をの気持ち悪くして自分の敵に回したくないということで、まあ、全ては江沢民に従ってきたものなんですけども、実際は彼はその江沢民完全所属する江沢民の公文ではない。それ以外にも二人の長って長張高麗、張德江、この劉雲さんっていうこの三人はその昔のもう決心を持って江沢民の下に回るその小骨と全く違うんで、彼らはただ権利中枢に行く前ために江沢民を従ってきた人間なんだと考えられます。ですから江沢民の勢力が弱くなってきたら、この人々らも必ず習近平、まあ、権利持つ方向に流れてしまう可能性は非常に高いと。那么政治局常委是一个决策机构，它下面有一个中央书记处，是执行机构。政治局は政策を出す、決策を出す機関なんですけども、その執行部はこの中央書記長っていうところなんですね。この中央書記長が
その上からの政策を実際に施行する部門である。现在这个习近平和胡锦涛在这个书记处里面的能够控制的，比在政治局常委里面控制的要多一些，就他的人比较多一些。あのこの、逆に政治局の中では常務局の中では、まあ、あの習近平の顧問らは少ないかもしれませんが、でもこの執行部の中ではその習近平と胡錦涛派の人々らがこの執行部の中では多いなんです。書記書の重要性在于就是政治局的决策。如果你控制了书记处，那就比较合意的，你就去推行的卖力一点；不合意的，我就可以打折扣。ここはまあ執行部ですから、ここでどんなに政策を出しても、これはもう一生懸命やるかやらないかっていうことはここがやるものなので、ここがコントロールすれば習近平も。自分が好きな政策はここに一生懸命やれと、自分があまり好きじゃない政策を出してもここに、まあ、やらなくていいよって言えばできなくなると。这是书记处的一个重要特点，就是有一个叫做杨晶的，当了书记处书记，他应该是国家民委的主任，就是国家民族事务委员会，就管少数民族的。就过去书记处、过去统战部的人都没有上去的，这次统战部有两个人进到七个人里面有两个是统战部的人。今回あの昔のこの執行部の昔と違ったところは、統一前線。その省庁があって、ここからこの執行部には今までその7人の中で人は入ったことはなかったんですけども、今度はその7人の中でなんとこういう仕事をやった人々らは、2人もこの執行部の中、7人の中に2人も入っていたと。これは今まで非常に珍しいことである。以前の統戦部長は杜庆麟、现在都中央书记处书记。我林计划在是统战部长。这个是统战部副部长跟民族事务委员会主任，现在也到中央书记处。杜庆麟现在还是部长吗？不是，现在是书记处。この人は昔はここトップだったんですね。今はこの中央書記長の書記です。で、彼の部下であるこの副部長、この副部長も堂々とここの書記長の一人の書記になったんです。で、逆にこの昔の官房長官が一気に落ちてここの部長に、入ってたんですね。这个杨晶是蒙族。この楊錦という女性、是女的男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 性ですね。彼はあのモンゴル人で、あのオーリー軍と同じく、まあ、名前は中国化になってしまった。所以将来很可能对少数民族，以前是比较多的是增量嘛，增发委书记嘛，将来很可能就会有采用收买，会有收买的政策。
この体制に見ると、昔は いわゆる少数民族らに対して弾圧的な、高圧的な弾圧をやってきたんですけども、これからは弾圧するよりも、その各いわゆる少数民族の中のいろんな影響力がある人々らを買収する、新しい政策に出るかもと思われます。杜庆林，杜庆林这个当选书记处书记以后，没有几天就到北欧去开那个世界的政党会议，所以看来以后那个对国际统战也会很重要。この人はここの書記長という職員になった直後、北欧、ヨーロッパの北の方まで行って、そこで国際的な政治会議に出席しているんです。ですから、この少数民族をもっと柔らかい政策で買収することだけじゃなくて、国際的に同一政策を国際的にも強力にやっていこうっていう政策で出ているのは間違いないと思われます。那我再讲一讲，现在中国老百姓最关心的，就希望习近平上去以后，要能够开展反腐败。今中国の人々はその習近平体制に対して唯一の希望をしているのは、新しい体制が中国のその汚職を摘発して、人民の生活を良くさせてくれるじゃないかなっていう。希望を持っていると。中国的反腐败不是靠制度，而是靠人，所以大家都把希望放在那个王岐山身上。中国のその汚職の現状を変わるのは制度では無理だと思われます。それ変わるのは人間じゃないかなと思うけども、その中に大きな役割を将来的にもしやろうとしたら、大きな役割を立つのはこの漢字、日本語でどうやって読むか分からない、大木さんっていう人が大きな役割を果たすじゃないかと思います。之所以放在他身上，他这个因为是号称半太子党，所以就比较有背景，所以比较敢做事情。人家叫他是救火队长，一般哪里有事情就找他来救火，很能干。彼の別名は消防隊長っていう話で、どこが大きな事件起きた、なんか影響が大きい事件起きたら、いずれ彼を派遣してそれを解決させているんですね。ですから、この人はもう一つ、半分ぐらいが大使党とつながりがあるということでも、彼は やるとしたら恐れることなくやってしまう人間でもある。他的岳父当过中共的政治局常委，他的岳父当过中共的政治局常委，但他的父亲是国民党的三位军官。彼の義理のお父さん、奥さんのお父さんは中国、政治局の常務委員までやった人であって、でも彼の自分のお父さんは国民党の軍の官僚だったと。他自己没有子女，所以呢，就是相对就比较清白一点。彼は子供を持っていない。ですから他の中国の指導者と比べると、彼は一応正確な人間ではないかと思われます。他自己在1980年代初期。是属于改革派的，那他因为是学历史的，
所以呢，在中共党内斗争当中，他知道怎么样做保护自己。他是有历史的。1980年代は彼はその改革派だったんです。でもそれと同時に彼は、歴史研究者、歴史学者なので、彼はその中国の権利闘争の中で自分をどうやって守るということはよく知っているものなので、ですから改革派であって今まで順調に来られた人であると。1998年金融危機の時候、他是比较成功的处理一些中国发生的金融危机，所以他对那个贪官污吏怎么样去利用金融手段来贪污，他也相当了解。所以假设说他愿意反贪腐的话，他又是中纪委书记，他应该会可以做得比较好一点。彼は1990年代後半のそのアジアの金融危機の時、彼はもう多大な、いろんなことを解決した人でありまして、ですから彼は中央、規律、委員会の職系ですから、彼はその汚職を摘発したいとならば、それは必ずできると思います。但是最大的问题，反贪腐问最大的问题还是因为这个既得利益集团，不但在政治上有他们的代表人物，军队里有他们的人，而且在中央国企、国有企业、中央这个大的国有企业那些董事长、那些总裁之类，大部分也有许多都是太子党。所以这些既得利益集团要扳倒他们是非常非常的困难。この汚職、中国の汚職って言ったら、これはもう全国範囲内になって、党の中にかなり浸透してて、それと同時にこれを守ってくれる軍の中でも同じくその汚職がもう氾濫されていて、それを守ってくれる、その資金提供する、また中国の国有企業、大きな企業、すべてそこに入っていると思われますので、この汚職を完全に摘発するということも、なかなか困難であるという面も見なきゃいけない。这个汪洋跟李彦潮本来是这次进入政治局常委里面是最有改革意识、改革开放的意识，但是都被既得利益集团排挤出去了。この汪洋と李彦首っていうこの二人はもともとはこの政治局に入る一番人気者だったんですけども、彼らは改革派であって、いろんなことを彼らに期待したんですが、残念ながら今回は彼らはここに入ることはできなかったんです。李元朝是被李鹏、就是镇压六四年的李鹏、是被李鹏排挤出去的。この李元朝はその89年の天安門事件の首謀者である、その執行者である、その李鹏の強い圧力で今回はこの政治局に入らなかったんです。汪洋据说是被叶剑英家族，汪洋在广东嘛，叶剑英家族也在广东，所以他们据说两边合不来，所以也没有给他上去。虽然叶剑英家族支持改革开放、支持习近平的。この汪洋は実は広東省の省の出身であって、その広東省といえば、そこの元々そこの一番実力者はこの、カナケンエというか、彼の家族はそこでもかなり影響力がありまして、
彼の家族も実はまあ中国は改革しなきゃいけないという思想を持つ人間で人間なんであるけども、でも、もうこの応用のやり方にとっても気にならなくて、彼らの影響力で彼もこの政治教育に入らなかったんです。所以就是未来中国的情况也确实是不管是错综复杂，要随时观察他们内部的变化。ですからあのこの中国の将来は、まあ、非常に複雑であって、中国がどうやって変わるかということは彼らのその内部の動きをきちんと把握して、そこから判断しなきゃいけないと思います。那除了政治上以外，那个经济问题啊，经济问题现在主要是李克强在抓的。李克强嘛，做人也是比较低调，所以过去他在一些省里面领导一些省的那个工作，表面上没有看出有出色的成就，但是这十八大开完了以后，他就比较强调要改革开放。政治の問題以外は中国で大きな問題は経済の問題なんですけど、今回 の、その首相にあの就任したその李克強は、その経済をコントロールする人であって、今までは彼がいろんなところで役職をやってきたんですけども、何らかで褒めれるぐらいの実績は彼は今まではなかったんです。でも今回彼は首相に就任した後発言では、彼はこの改革開放っていうものはその徹底的に行おうっていうことを発言しているんです。但是现在呢看不出他会有什么新的东西出来。如果按照那个胡锦涛的报告里面，就是2010年到2020年中国的 GDP 要翻一番，当然李克强家提出来的办法也是什么呢，就是实行城镇化，就是农民从农民就变成工人往城镇里面发展。那这个问题这样子发展下去，似乎对经济也没什么太大特别的好处，但是贫富差距分化还是会相当大的。彼はそう発言しているんですけども、でもあの具体的に何かあるかって言ったら彼は何もなかった。まあ胡錦涛がその18代前に中国の GDP はその2010年から2020年の時は2010年よりあの倍以上発展させるという話をしているんですけども、でもこの李克強の思想はその農村地域を町にする、その農村戸籍は、まあ、町、まあ、中国では農村戸籍と町の戸籍、と分かれるんですけども、全部そうすったら、少しでも変わるじゃないかなと彼はそういうことを主張するんですけども、でもそれは私から見るとその貧富の差は変わることはできないじゃないかなと。我这几天电脑坏了，所以看不到中国的股市情况怎么样。但是我来以前，中国的股市一直是处得很不好，这个是表明到底老百姓对未来的经济有没有信心。还有第二个可能是什么东西呢？就是一些大的国企啊，为了害怕这个王岐山可能要反贪腐会损害他们的利益，所以也可能故意要把那个股市。私は台湾から日本に来るまでは、まあ、毎日中国 の、 あの株価をチェックしているんですけども、でもこの日本に来た日、その日は、まあ、私のパソコンは相手から、まあ、誰からとは分からないけどやられてしまって、この何日間私はずっとコンピューターを見ることができなくなった。中国の株価はどうやって変更しているのか分からないけど、でもその王岐さんがその
腐敗を徹底的に追求するという話をすると、その中国のいろんな企業はこれに対抗するためにわざと自分の株価を落ちてさせるという可能性は非常に高くなる。ですからいろんな国有企業は彼を対抗するために自分の汚職を隠すためにもその株価をダメにする可能性はあると。但是我最担心的还是中国的民主主义，特别是习近平在十八大结束的时候，那个时候讲了这个几个要中华民族的复兴，我这个是比较担心他们未来会怎么做。しかし私は一番心配するところは中国のその民族主義が大きくなることを一番心配しています。なぜならば18代終わった後での時、胡錦涛がその自分の報告の中で中華民族の復興という復国っていう言葉はたくさん使ったことは私を不安にさせています。民族復興本来是个好事情，但是如果用侵略战争来达到这民族复興，我想这个不但是中国人的灾难，也是全世界的灾难。民族を復興させるっていうのは、まあ、いいことであるけども、でも侵略戦争によって民族復興をするのは、これはまずは中国人に対して、最大の災害であると同時に、世界人民に対しても最大の災害になると私は思っています。而且外交是内政的积蓄，如果是对外如果是进行侵略战争的，你对内不可能是搞改革，对内一定是怎样。内政と外交はつながるものであって、外に対してその侵略戦争をやると同時に国内で改革やるっていうのは無理の話で、その対外に対する侵略戦争と同時に対内でも弾圧しながら自分の主張を正しさせなきゃいけないっていう恐ろしいことでございます。所以呢，这是中央军委，就是刘元上将，本来要上去，结果没有上去的。就我想，这个事态发展可能未来，比如说中日关系，事态发展可能未来是会缓和一些的。だからこういうことを恐ろしいことが起こるのも、起こってしまうことが、まあ中国の指導者に対しても良くないことということは、私たちはその劉元、さっき書いたその国家副主席の息子、その劉元が軍事委員会に入らなかったっていうことは、これからの中国の対外的な政策、あるいは日本に対する自分のやり方は少しずつ柔らかくなってくるんじゃないかなと私は思います。中国的一些经济学家最近我也看了几篇，他们写文章讲中日经济关系，就是认为现在中国对好像对日本那种看法，好像说日本的经济中国一抵制了就不行了，什么什么东西都是乱讲，所以这种声浪现在在中国内部也开始升起了。最近中国はその尖閣諸島に反発することによって、まあ、日本の商品を不買する、日本商品を全部なんというのそれを買わないという運動を、やるのは、これは日本の経済に多大な被害を与える、日本の経済これからもうダメになるという考え方は中国の内部でかなり流れているんですけど、私はそうではないと私は思っています。これは間違い考えであると私は思っているんです。这是日本驻中国大使临走前也是批评中国政府有些做法是不妥当的，
就虽然日本经济也受到一些损害，但是日本可以不依靠中国的经济，但是日本的经济，日本的某些技术来讲，对中国来讲是不可取代的。日本の大使も、中国から、解任した時、まあ、中国から戻る前に中国のやり方を批判したんですけども、私は日本は中国なきでも、経済はそこまでのダメージを受けられないと私は思っています。でも逆に中国に対して日本のいろんな技術はそれはなくちゃ中国の経済に本当に多大な被害が与えられる。ですからどっちがどっちかということはここでは明らかに分かると思います。我想这些是可以帮助中国领导人头脑会比较清醒一点，但是呢，因为中共这个党内权力斗争实在是太神秘、太黑箱了，所以内部会怎么样子，发生什么变化，我想我们也不能麻痹了。で、こういう現実は、まあ、中国の指導層に対して、まあ、指導層はよく知っていることでありまして。彼らもそういうことを起こらないように日本と協力していけるように考えられたと思いますが、でも中国のその国の権利闘争っていうものは非常に秘密の中で隠してやってるものなので、だから そういうことに対して私たちはもういつでも注意しながら対応策を考えていかなきゃいけないと思います。我今天就先讲到这里，我也谢谢伊利哈姆先生为我翻译。今日は私はここまででご清聴ありがとうございます。同時にイリハムに感謝したいと思います。これもね、私一人のウイグル人がもうなんで台湾人の発言を日本人に私が通訳しなきゃいけないのか。翻译一下，你讲什么？这句讲什么？我就说，台湾人发言给日本人听，为什么我一个维吾尔人在中间当翻译，简直是不可思议。李先生，どうもありがとうございました。